でかい。ちょっと待って。さあ、ラスト。おお、あ、そっか、ストックがあったね。忘れてた、俺。忘れてた。大事なの。いいね。いいね、1ゲーム連確定。そうやった、そうやった。はい。ボーナス確定。逆押しで狙え。はい。ノーマルボーナスございます。アザパス、アザパス。さあ、ラスト。さあ、まだまだこんなもんじゃ終わらせないよ。お、関東から関西に。お、関東はもう制覇しちゃったんだな、これね。よし。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。おし、お、おお、3ついった。で、おお、すずちゃん。おお、ニセコも登場だよ。で、あの例のなんとかから、あ、ダメか。でも合格中の、あ、もうなんかド派手な球、確定ではないんだね、まだこれでも。ド派手な保留がつきました。あ、もうレインボーだ。レインボーちゃった。はい、鉄板アイアンボードいただきました。アイアンボード、レインボーのアイアンボード、もう一回はもうシャーシーよ。お、なんだ、すごいぞ、見たことねえぞ。やばい、あと4ゲームしかねえよ、何も引けてねえ。レインボー、あ、なんかスクラッチしてる、スクラッチ。え、意外に静かだったね。なんかもっとバッシャーン、キュ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 があるのかなと。走ってるし、意外にあれなんだね。あれってなんや。こう喜びポイントがなかなか、なかなか喜びポイントが見つからない。7を逆押しで狙え。ハイパーだ、ハイパー。はい、でも30乗りました。だハイパーだから、なんかそういうのは広告とかあんのかな。
別人みたいじゃない。うるせえか。あーこの早食い選手権っていうかこのワンコそば選手権弱えな。さっきも35だったもんね。これ続く人はどんどん続くんだよねこれね。カメラさん触れるかな。バカなんだよ。北海道からわざわざね遊びに来てくれたんだよ。いつも見てくれてんのこれ。あんま見すぎたらバカになっちゃうから。よしもう今日はエブリィの隣の台は出るあるあるがあるからね。いっぱい出して。頼むよ。絶対負けないからねこれ。今日すごいもんなんかねえ。雰囲気すごいよね。なんかわっしょいわっしょいですよ今日店内。よし。あ、終わっちゃった。早っ。ああ、せっかく入ったけどストックできず。したんでね、またこの次からは自力で。ただ、ゲーム中のメッセージにもありましたけれども、継続すればするほど確率がアップするというふうにありましたんで、ここまで今11連してます。ダメか、やばい、まずピンチ。あーやばいよこれ。お願い。よし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 、最後の最後リリベ。あー2発か2発か。お、走行してる間に一気に2000万一撃です。よし、首の皮一枚状態だよ。あーでも白だ。やばいピンチ。ウォーニング。あー大じゃん。あーあれまだ復活した。お、よかったよかった、終わってなかった。よしここでチェリー。よしよしよし、ここで赤玉嬉しい。持ってるね持ってるね。
鍛えた4つだよ、4つ。ただ文字は白。関係ないよね、白でもさっきなんか当たってたもんね。紫、この意味は嘘だからの、あれ、あ、やばいやばい、あ、やばい、最後最後最後、回避回避、あーやばい、ちょっと赤外したのはちょっとかなり大きいな、あーやばいやばいやばい、本当終わっちゃいそう、あー終わったじゃん、赤で決められなかったか、よかったよかった、よし、さあここからまた後半戦出直しましょう、頑張っていこう、お1ゲームからいきなりリール逆回転で赤枠だよ、ちょっとあんただって、あでやかな襖が閉まり、階層、あ、階層も1、2、あーそういうことだ、あるんだね、はい、で次が3行くのか、もう階層3まで行った、いくつまであるかは知りませんけどあ赤い赤い、しかもなんかシャモみたいな、おー改造4赤い、これは決まるんじゃないの、まだある、お、こんなサメみたいなやついたっけ、あ、ここで改造4の次に発展しました、あ、俺一番苦手なやつじゃんこれ、タイウシダンコトこれまだ成功したことないんだよな、野球3連星、でも階層4まで行ったもんね、おい来た、おい赤、よし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 、よっしゃー、初めて倒した、でどう、おーよかった、2発目はね残念ながら単発だったんですけども、単発だけは避けたい、よし、絶対に継続させるべし。
しかし保留しろ、まあ、さっき赤で外したもんな、関係ないな。ほらほらほら、もう絵画みたいになってるよ。おりゃーおりゃー、早かった。80ゲーム単発で抜けて80ゲームで勝利を出す。はい、軽いな。もうボーナスプラス15ゲームスタート、ありがたい。さあ何も引けなかった。あー残念、何も引けてないので、まあ上乗せはなかったんですけど、まあ次回継続を目指して。ただ保留3つ残ったままじゃん。ありがたいシステムだね。よし、よし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 、わー来た、もう来た、もうこれもう、あ、ベリーホット出てた、恥ずかしい。俺こっちの方がド派手なのに、こっちばっかり目がいってた。レインボーの保留で喜んでて、こっちもうベリオです。すまんすまん、よくわかんないな。なんだ、いやいいね、楽しいね。あーもうこの切り刻み方もレインボーだもん。人かー、はい、ありがとうございます。3連目でございます。いやーいいね、いいやつだこれ、間違いない。お、下段だよ。プラス20スタート、これはありがたいよ。おっと、なんかいっぱい乗せたって、そんな報告いらないよ。すごいね、あ、やればできる人がやれば162ゲームとか乗っちゃうんだ。俺33ゲームですけど。よかったね、北海道から遊び来てよかったね、乗った、よかったよかった、よかった。もう帰りになんかうまいもん食って帰んな、もう。くっさー、負けてなんで。まだまだ、あー終わっちゃった。おーでも大丈夫。 OK、 3連強制からの、おー20、
は揃いませんでしたけども、うまいな、はい、あ、揃わなくても後のこれでっていうのもありなんですね。オッケーオッケー。さあまた野球です。早くね、早くな、10って7を逆押しで狙え、開けなさすぎね。おお、お、揃っちゃった、揃っちゃったよ。背景青だったから絶対ないと思ったら、しかも赤着てるからね、初めての金ストック。いや嬉しい、初めての金ストック。さあ頑張ってゲーム数伸ばしてきましたけれども、終了だが、しかしここに金スト、略して金スト、金色のストック1が点滅しております。ここまでシルバーはね、いくつか乗せてきましたけれども、この金は初めてです。どうなんだっていう話ですけどもね。おお、びっくりした。何が出た、確定画面。赤からレインボーに点滅変わりまして、はい、下段赤です。ハイパー金ストはそういうことなのかもしれないですね、まあ、確定かどうかわかんないですけど、とりあえず金ストでハイパー赤7いただきました。集団に、いやいやいや、これはどこまで行くんだ。あーやばい、あー終わっちゃう。あー5連か。あーでも途中結構ゲーム数乗せましたので、枚数思った以上に、まあでも 2枚ずつくらいか、400ゲームですからね。さあまた1から旅に出ましょう。はい、おいきなりスインカちゃん探してた人間なんですね。さあ、今回ですね、Going My Everyday ボリューム28回、こちらですね、グランパ大久保店さんで実践させていただきました、歌ず嫌い克服企画、いらっしゃいませ、侍チャンプル初打ち挑みまして、もうね、結果ご覧の通りです。早速ね、やりましょう、トータル投資が5本なんで250枚、回収がこうか、はい、ドン2176枚、気持ちよかったね。いやぶっちゃけいろいろ周りの評判とかいろいろ聞いてて、そんなにいくとは思ってなかったんですよ。なので今までずっと打ってこなかったんですけれども、実際打ってみると全く予備知識なかったんですが、楽しかったです。さあ、サマイが、250でしょ、1924枚のプラス、
2924枚ってことはあと74枚あれば2000枚オーバーか。まあ最後の380ゲームハマりがねもうどうしようもない。いやーでも簡単に振り返りますけれども、本当に初めて打つ際で、多分皆様ねお叱りの声もいただくかもしれませんけど、全く無知で、目星もろくに、揃えられなかったにもかかわらず勝てましたよ。勝っちゃいいんですよね、ビギナーの皆さん、これからスロットを始めてみようか、そしてサムライチャンプル打ってみようかという皆さん、僕でもやれたんですから僕でもあれだけ楽しめたということは、皆さんもね今までちょっと手が伸びなかったなという台とか、新台だけどちょっとよく分かんないけど、一回やっぱ触るとね、あこういう感じかと。さあもう本当にね、ゴーイングマイエブリデイ、これまでたくさんの機種実践させてきていただきましたけれどもね、また一つ僕のお気に入り手帳の中にサムライチャンプルというね楽しい台追加することができました。また次回はね、どの台で実践できるかまだ分かりませんけれどもね、またさらにエンジョイスロット皆さんにね楽しんでいただきたいなと思っております。今日俺色紙書く予定だったけど忘れてたな。まあいいや、次回なんかまとめて書いて出しましょうかね。それまでちょっと考えておきますということで、見事、プラス2000枚には足りませんでしたけども十分楽しめました。以上 Going My Everyday ボリューム28でした。ちょっと今日時間があるんでプロデューサーと居残りしちゃおうかななんて思ってます。さよならさよならさよなら、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。